そうなんですよ。ブレイキングダウン第8試合、ツイッターでは前向きな言葉が並んでるそうです。本当ですね。 70.8 キロ、山下大輝。赤コーナー168センチ、 64.4 キロ、貧乏社長。さあ、ライト級ワンマッチです。みくるさんはここまでワンマッチはどういうふうにご覧になってますか、第3回。いや、でも激しい試合多いなっていう。あ、激しいですか。スピーディーですよね。そうですね。この試合も空手10年対キックボクシング10年ということで、はい、結構面白い試合ですね。かなり経験値は高いという2人です。極真空手の貧乏社長か、それともキックボクシングボクシングの山下か。さあ、ポーンと左手を合わせに入っていきました。わ、よく速いスピードがあります。ただ捕まえました、貧乏社長。その名は貧乏社長、ただ心は熱いという。さあ、倒された。ここからです。あ、フロント、あ、フロントある。さあ、決まったかどうか。入った入ってるか。どうだ、耐えきれるか貧乏社長。タップタップタップ。ここで試合が終わりました。早い決着でした。ダッキー。